いらっしゃいませ、こんにちは、秘密酒場へようこそ。本日も張り切って丸ごと節約冷凍弁当を作っていきますが、今回はご飯ではなくてうどんを使ってうどん弁当を作っていきます。さすがにね、5食作るのは飽きやすいと思うので、今回は作りやすい3食分を2種類で6食作っていきます。またね、いつもはご飯を材料費に入れてないんですが、今回は冷凍うどんの分も材料費に加えております。さあ早速作っていきましょう。まずは豚肉をですね、フライパンで炒めていきます。軽く胡椒を振っていきましょう。今回使ったのはですね、もも肉なんでちょっと硬さが気になると思いますが、もちろんね、お好きなお肉をお使いください。そしてまずはね、豚キムチうどんを作るので半分の量を取り出します。残りの半分にキムチを入れてさらに炒めていきましょう。材料はこんな感じですね。キムチ、ニラ、水、みりん、醤油、一味、和風顆粒だしですね。これら全てを入れて炒めていきます。火力はね、中火ぐらいでいいでしょう。最後にね、ニラを入れて軽く合わせて水分が飛んだら出来上がりですね。非常に美味しそうに出来上がりました。さあ次はネギ塩豚うどんを作ります。まずはね、大事なネギ塩タレを作っていくんですが、材料はこんな感じですね。ネギのね、外側の皮、硬い部分の皮を剥いた後に長ネギをね、斜め切りにしていきます。こちらはね、そんなに薄切りじゃなくても大丈夫ですね。そしてでネギ塩タレの材料すべて入れて混ぜ合わせていきます。今回僕ね、蜂蜜を使ってるんですが、甘いのがちょっと苦手だなって方は蜂蜜をね、まあ、半分量とか、まあ、入れなくても問題ないですね。これ混ぜ合わせるだけでね、ネギ塩タレができます。非常に簡単です。あと今回はレンジアップすることによって、ネギが火が入りますので火も、ね、入れないでいきますね。このネギをね、みじん切りにすればですね、まあ、焼肉用とかのネギ塩だれできますので、焼肉だれ使いたい方はですね、ネギをみじん切りにして使ってみてください。レモンも入れてきますので、スライスカットしていきます。まあ、種が気になる人はね、この段階で種を抜いていってください。僕はまあそんな気にならないのでね、まあ、そのままいきましょう。さあいよいよ盛り付けです。材料が揃いました。今回はね、冷凍うどんを使うので本当に盛り付けが非常に簡単ですね。まずは買ってきた冷凍うどんを容器に並べます。こちらね、いつもあったらご飯で使っているので材料費は入ってませんが、今回はしっかりと冷凍うどんの材料費も入れております。もちろんこれ今回うどんでやってますが、豚キムチに関してはですね、ご飯でやっても美味しいと思います。ただネギ塩はね、ちょっとご飯との相性としては、丸ごと冷凍弁当としてはもしかしたら合わないかもしれないですね。均等に盛り付けたら仕上げのね、ごまを振っていきます。ネギ塩の方はですね、レモンを添えていきましょう。さあ完成しました。まあ、ネギ塩の豚冷凍うどんの方は、まあね、小ネギもね、青ネギも入れたかったんですが、今回はなかったので、そのままいきますね。ちょっと彩りが悪いかな。さあ冷めたら蓋をして冷凍庫へ入れていきましょう。僕はね、家族がいまして、まあ冷凍うどんね、非常に便利なので買い置きしております。冷凍庫の奥にもね、まだね、5食分入ってましたね。さあ凍った冷凍うどん、こちらがですね、ネギ塩豚冷凍うどんですね。こちらが豚キムチうどん弁当ということです。どちらもね、もうガチガチに凍っております。それではですね、早速冷凍弁当の方を食べていきましょう。僕が使っている容器はですね、500ワット対応なので、500ワットで5分から6分ほど加熱していきます。ご飯と違ってね、うどんの方が早く加熱できるかと思ったんですけど、そんなことなくね、通常の5、6分で加熱できました。見た目はこんな感じ、美味しそうですね。で、今回初めてやったんですけど、なんか20年ぐらい前にこういう輪切りレモンを手を汚さない方法とか言って、こういう風にねじってなんか絞る方法って
なんか流行りませんで、流行るっていうか、なんか習いませんでした。僕これ生まれて初めてやったんです、今回。なんか、お行儀悪い気がして。習った時、おーすごいと思ったんですけど、なんか、あんまりね、なんか、良くないなと思ってやってなかったんですけど、今回初めてやってみました。まあね、絞れはしたんですけど、まあ一人でやってるんでね、まあ、別に手で絞ってもいいかなって感じでしたね。さあ、お味の方はどうでしょうか。しっかりとね、タレがうどんに絡んで非常に美味しかったですね。ごま油のね、入っていますので、ごま油の油分がうどんにちゃんと絡まってですね、しっかりとツルツルっとした喉越しのまま食べれてますね。で、加熱した後なので、ね、レモンのね、香りも立っていました。さあ、材料のおさらいです。こんな感じですね。非常に美味しかったです。なんかね、お弁当とは言いつつも、なんか、ちょっと居酒屋に来たようなね、雰囲気の味でしたね。さあ、次に豚キムチうどん弁当です。同じくね、500ワットのレンジで5分から6分加熱していきます。こちらの方はね、さらにね、なんかね、居酒屋メニューっていうか、ぐっとね、お酒が飲みたくなるようなお味でしたね。今回ね、辛さはね、皆さん、辛さが得意な人も苦手な人もいると思いますので、控えめにしてやりますので、もしね、辛いのがお好きな方はですね、作ってる途中のね、一味入れる段階で一味をね、多めに入れてください。キムチの甘辛がとても美味しいですね。もう本当に今回の冷凍うどんは、まあ、冷凍うどん弁当は本当にね、まあ、お弁当というよりも晩酌のお供や、まあ、一品足りないなという時ですね。あとはね、お子様のお夜食ですね。まあ、塾が良いで夜遅いとかね。そういった方のね、お弁当としてもいいんじゃないでしょうか。はい、ここで現れたのが韓国のりですね。これも一緒にね、もし持っていけたら持っていって、こう入れるとね、非常に美味しくなる。さらにね、味がグレードアップされると思います。たまたま今回家にあったので、ちょっと入れてみました。贅沢にワンパック使いましたが、まあ、もしね、韓国の好きであればね、これ、盛り付けの時にですね、最初にね、うどんと豚キムチの間にね、海苔を引いて、もう問題ないと思います。2枚ぐらいね。それで、レンジアップすれば、綺麗に絡まると思いますので、ぜひね、やってみてください。さ、材料のおさらいです。こんな感じですね。ぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録いつもありがとうございます。またのご来店をお待ちしております。さよなら。